中国の子供たちの遊びを表現した芸術品です。安政3年、飛騨国に五島越えの三方なのか、三重の織物師、田尻の京都を流じて完成したものです。人形は栗津軍が描いています。歌の実のことで、明治と言われた東京根岸の粘土の作です。お囃子を演奏いたしますのは、清水流太夫と鈴木さんです。
그렇게 되지요. 너무 잘 생겨.